お、俺はランクアップ、武藤五段に上がれるか。はい、武藤対スピノザ、狭間椿ですね。開幕オーバードライブって何なの。あーでも、あ、2ゲージ下がるのか。あー、これはどんぐらい減るの。2000バナしてった。これは結構減るんじゃないか。今ね、三井さん後ろで入んねえよ入んねえよって言った。なんだなんだ、波動拳出して、お互いちょっと攻めあぐれてるか。おっと、バナナ、バナナ脱色なのか。脱色だね。水地が入るんじゃないかな。またバナナ、あー、バナナに水地合わせらんないのかな。ね、いけるよ。おいしい。え、いや、まあ、バースト使ってた、バースト使ってた。さすがこれよくあるな、武藤。弾見てから突撃余裕でした。ウマジ見てから突っ込んでくると一緒の感じぐらいだよね。フェイタルカウンターしてる。前も6位はフェイタルタワー技でしたよ。ゲージ溜まって、今度は普通投げ。今回はあれ、椿ガーフなくなったの。はい、勝利から、じゃあ CC バース読んでガーキャン。おっと、暴れてる、バナナ、バナナ出しとけ。まだ試合ない。お、しんど、割と減った。今の無理だろ。前回のリベンジになるか、三剣さんが。あ、前は負けちゃったんだっけか。負けましたね。まあ、の試合は三剣さん勝ち越してるけど、大会で勝たないとね。まあ、の試合はね。おっと、青い。いつものコンボだけど、かなり良心的ダメージ。おっとあれなんか、お手手がね、やばいことになってそう。一気に攻守逆転。気がついたらゼクソが画面端、バースト使わされて、ジャバキガードしてる。体当たりからバースト使って、ジャン当たる。おっと、総裁してる。うまいこと捕まえて。まだジャックはいかない。中断、これはミスらなきゃ死ぬでしょう。リセッター、無闘病がここできて発動する。水内レッカさん組んでるだけあるね。さすが武藤の弟子。まあ、武藤の呪いを受け継いだ男だからそのうちね、ガサイショーからね、何もしないっていうのがあるまあね、ガサイショーは崩しじゃなくて、崩すためのね、技だから。ガサイショーは状況有利だからね。見えない、さすがに。おーっと、見せて。オオカミ全部使い落として。うわー、 あー、いいバーストでした。2回目。なんかね、前とファジーガードのね、タイミングが変わってて食らっちゃうんですよね。あ、レッスンガーにリターンが出るようになったからね、みんな警戒してね。
前作の白面テイガーの、ね、思いを、ね、味わうといい。やばい、このあー、あざまの顔が光ってるけど、あーいい、弱体化しても当たっちゃう。おっと、ランクアップマッチ、これは9段いっちゃうか。確かにプラマイ2段がちょうど分かりやすい気がするんですけどね。なんかね、2段下に10連勝ぐらいすると上がることが多い気がする。1段下は分かんない。たまたま出して、たまたまで防御していく。やばい、たまたま出しとくなの。あれ、たまはあれ発生保証はあんのかな。投げ抜けて、たま技術使うのあれ。今コパン投げが、おお、投げ通して、かき丼からちゃんとね、かき算つってるよね今ね。おお、じゃあよくバナしてきた。これはコンボがあまり伸びない。言うても4000減ってるけどね。お、バナナで状況有利、ゲージを貯めていく。たまたま出しとく。たまたまゲージ使ってないじゃん。ああ、これ飛べねえよ。バリア張ってると特に飛べないっすね。そうですね、頭に入れとかないと食らっちゃうね。あれはね、決め打ちで打たれると食らっちゃいますね。スッて動いてきた瞬間にもう投げられてるからね。たまたま、あそこからたまたま出せるんだ。てかそれ割といい技じゃないの。かなりなんか陣の飛翔剣のねもうちょい強いバージョンみたいな。まあ発生が遅そうだけど、なんかチャージしてる間も判定がありそうで怖い。固めて中段ガード、下段ガードしてガーキャン使っていく。たまたま、弾はあれか、端から端まではいかないですね。リバドがあるんじゃないの。ああボタンで違うのか。ああ、あれだね、なんだ、何かと似てるなって思ったらボランテだ、ボランテ。ああボランテ、おいしい、つながらない。ロクシー、あとまだゲージがないから安い。ただちょっと時間が怪しくなってきたか。ジャンシー中段ガードしてる、無理やり殺したい。バナナ食らっても安い。オーバードライブで時間を止める。いやー、柿座に2暴れしてる。これは時間が切れちゃう。ああいうのなのね。こうなると狭間を捕まえられる。おっとバースト、これはもう無理か。終わった。これ結構ね秒数稼げるから。ああハザマ対アーミーアズラエル。ケイダジャンシー触っていたのはアズラエルだが、コンボ逃げなかった。レッセンが、コパンコパン、レッセンが、コパン、立ち火。さあ、レッセンが、レッセンがで固めていく。
砂触っていったのはアズラエル。タイガーからジャニシー。さあジャンプロック D で、おしゃがみくらい、サンシー、いいヒート確認して、ジャミジャンシー、ジャンディーから弱点がついてるぞ。ゴディ 2B から3ダウン。おっと挟まった。これはジャンディー死んじゃうか。ゴディ中段が見えない。で1本取ったのはアーミーアズラエル。さあタイガーコブラレオパルド。さあ列戦が見えている。バックステップ、あーしゃがみくらいしてしまった。 3C ダンプからジャンディー、サンディーが見えている。 6C ゴディが見え、中段が見えない。流れが悪すぎる。さあコンボミスるぞ。ミスんなかった。 2A、2B からジャンビアーカウンクータイクバーストして、もう、うん、なんかまあ、はい、こうなると今回の狭間は巻き返しづらくて、本当最初に リード取られると離れてんぞ。じゃあ、間違えた、邪行からエリアルが少ないけど、さあ4戦取って、さあアズラエル狙いすぎだろ。また狙いやがった。ナイフ決めた後の超なんかにやけた。またパトリオットアポカリプスして。マリクビーム、なんか向こうで、あ、なんか武藤先生がなんだよあれもう。くそはい、三剣狭間対の、じゃない、死んだオスズメバチプラチナ。あ、違えた。山地でよかった。 2A、2A、2B、3C はしゃがんでいる。おーっと、空投げ、空投げが届く位置での、なんだっけ、プレゼント。3300取って、ゴーディー、B 派生が空投げを抜けている。プレゼントを生成している隙に、さあ、狭間がラッピキャン、ジャンプロック D から 6C、5C、2C、エリアルしてって、4戦。いいヘリですね。投げはガキャン。まあ、投げっていうか、打撃にガキャンだったけど。さあ、猫はしっかり立っている。コパンコパン、6、投げ漏れの、おっとコンボミスタが飛び逃げ防止の三振引っ掛けで、うまく取っていったの、三つ剣狭間。うまいですね、今の。さあジャンシーから 6A 拾ってってハンマー、あとミスティックモモコパンで拒否、レッセンガから補正切りは通らない。なんかあのね、ジャセツでのね攻め継続みたいな、前もやられたな、だいぶ前に。さあボムボム、おっと泡に入ってしまった。 6A マミサー、さあここからプラチナが、おっと 6B に対して5番で割る。 6C 指導、これ今回もやっぱ変の、てかバットオーバードライブ、オーバードライブ、バットのなんだっけ、カウンターの判定あれが伸びたんだって。つか死んだ、ね、今のやべえよな、もうジャイクした時点で勝ちかけだったもんな。いやーアミー、お前が性格の柱になれ。アミさん、今回も決めてくれる？あー、しかされた。これ、のち合い 10-0 らしいですけど、大丈夫ですか？もう時間？あら、あ、いや。さあ、三剣狭間対アミアズラエル、先に触っていたら狭間、投げる！ジャコージャンプゴーディーレッセンゴー、あー西は当たらない、ジャンプリー、あーゴーエー、もういいや。
はい、6B。あーっと、バーストジャンプ 5D ワードして飛んでったのは狭間だが、 6A はバックステップ拒否、シャーミークライだったが、 6A は体属性に無敵らしいですね。なんかラグナの起き上がりに 6A やるとね、1段目は相殺して2段目がね、ジンの雪風に対して 6A すると一方的に透かせるらしい。へえ。さあ、あっと空投げが抜けている、三つ力先生、これはまあコパン指導だし、コンボ時間が短いね。じゃあジャンピ、おっと多分ジャンプ A 出してたね、あれは。あー、中段が見えない。あの叩き落としからラピキャンでなんかできない。なるほどね。じゃあ1本取ってな、アーミーアズラエル。空投げは抜けれない。さあエリアルして3300、 5D を食らってしまうが一枠にできない。さあコッパ投げが抜けられない。ゲージ50持ってるとね、もうわけわかんねえからな。さあ6円に対して5パンで拒否。さあジャンビジャンシーから逃がしてしまう。こうなってしまうとちょっとアズラエルもきついけど、あーさすがにジャンプ 2C から水地劣化さん。最終ラウンドだがアズラエルにバーストがあるぞ。タッチと先に触っていたのはアズマール、しっかり対空。おっとグローラー、グローラー、あーやりすぎだ。おっと逆投げていった。投げていたのはアーミー。俺あっとジャンプエア空中くらい安い。 6C から裏回りはコパンで暴れている。 6A が見えなかった。さあためがショーから、おっとおきちょっとよくわかんない状況からジャンビー差し込んでいったのはミツルギア様。ジャコーさあまだ生きているぞ。でもバーストがある相手に3回触んないと勝てねえぞ最低。オロチム連想さあいっぱい蹴ってやっぱり強すぎるこの男。さあ武藤狭間対 KCG。まあ、カード使ってるみたいなんでね、他の筐体で。さあ 5D から触っていったが、おっとレッスンガに対して5番で暴れている。 6B はしっかり仕込んでいる。 2C からエリアルして2000。さあおっとおっと 2B で透かせるのか。本当に下段に判定なくなっちゃったかな。 6A が見えないがバースト。じゃあよく確認している。さあおーいいヘリ。おっと逃げていく。じゃあよく邪行が当たんない。これは美味しい。さあ石化陣締めから 6A 投げ。あいえ何も見えないまま死んでしまった。一本取ってたのは KCG。 6B は飛んでかわしている。 2C カウンター確認できておらずガサでしょ。コマ投げからこれ拾えるのか。拾っている。さあ三塁先生とは違うコンボしてじゃあいいんだって。あれでタッチパンそのまで動かなくてもあれでつなげられるんだからさあこれですね今回は。あ、今回はそんな減らないんだね。詐欺飛び、詐欺飛びプラス前転狩り。あー、6C 無駄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 
おっと固めて固めて下段で崩れてしまう。バーストジャブロキリ、おっとガンダッシュ、ボメ様投げそうなんだ、まず空中威力やりたいだけだったか。これはおっと 2B があるで、あるでしゃがみくらいあるで、いやでも相手が、いや相手が武藤だってことを言いたいのかさあこれあと挟む2回2回コンボすると殺せないぞ。これジャンプに C は落とせない、何がしている、おおさあ一発圏内だぞこれ。あージャンシー空対空から勝ってったのは KC 陣シップ。さあ、ミツルギハザマ対トリデリウス。おっと、ラントに対してゴディ。暴れていった。ラントに三振。さあ、触っていったのはトリデリウス。しゃがみが、おっと。早いな、死ぬの。母が死んでしまった。バースト、母親死んでいるが、ひたすら、ワリワリパニック。ニョッキニョッキして。画面端キープ、あーと前は逃がさねえ、おっと吹雪いてきたやばい、レッスンがおっとバックス投げだが投げが抜けている。さあジャンプ 6D から水地劣化山、シャカ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 、いや気持ちよかった、気持ちよかったですね、ねおっと第2部が始まってしまうぞ上昇第1部が終わってあとラントに対してジャンプログリー、おっとバックスティしたが、あ西はすかしている、2億円が見えない、あおっとえ、いやー合唱客短いっすね今回は、短いね。さあテュース、おっと3段目が裏になったかな、今のは腹減りましたね、おっと確認したが届かなかった、悲しみ、あーこれ死んじゃうねこれ、まあ、バーストするね、あーニョッキがやっとよく見ていた、ニョッキが見てたいや違いますねやっぱり。さあ KOF 全裸プレイからの、さあ KOF では KOF では全裸がテレビ広げられているあーこれやばいですわこれ、三つ葉の対 KC 陣、まあ、KC はねユウさんの代理でユウさんはちょっと用事あるっていうんでね、なるほどね。さあ先に触っていったハザマ、タメザンエは飛んでかわしているが最初が抜けられない、まあこれはねユウさんの代わりにいいところ見せてほしいですね。さあ武藤先生とは違うコンボして、まあ、割とつながってますね武藤先生とはさあ 6A は飛んでいるが、おいしいがじゃなくて、おっと投げは抜けている、コパンから6へ補正切り、さあバースト入っていく、お互いバーストがない、おっとさすがに繋がない、何今回狭間のなんか鎖ね、なんか NY でラウンド取った時みたいな音が鳴るんだろうチンってねチキンチキン、おっとシャイセ立て吐け吐くんだどん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 、そのネタね分かる人少ないと思うさあ熱戦が出してたから空中くらいやった、3100なかなかいいダメージしてますね、コパンコパンコパンで暴れている、おっと飛んでったジャンビージャンシー5回から逃げて拾って、さあ2363、あーおー伝わっている、さあ立ち火、そういえばこれで三つ木さんが優勝しちゃうと武藤は2連続優勝になりますよ、なるほどね、武藤先生の優勝かかってるぞこれ、やばいな武藤、試合では負けてるけどね結果優勝だから武藤先生今日勝ってたっけ、わかんないアスラで決められてたさあ
カウンターアサルト。これはおっと入れ込んだが、いい暴れ潰しみたいになってましたね。そうだね、今ディレイ効かせたから多分飛び逃げとか、いろいろ。おいしい、はい、今うまいっすね。これ分からんで一本取り返した KC 陣、しかもバーストがある、ワンチャンあるよこれ。おっとワンチャン逃して、お、ツーチャンあって、おいしい、あ、3チャンあって、おっと4チャン目はない。さあ、おっと上を見ている、ダマない、ジャンプ 2B で着地して、さあ潜って 2B、 これバースト、あれはうまいな。ただ陣のジャンプシーズ怖いでしょ。レッキョーノー、おっと補正切りは取らなかった。おっ、これありますよこれ、ガートロックは見えない、はい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 、おっとどうすんの、あーっと中段が見えなかった。優勝、優勝したのは KC 陣とトリエリウス。おっとユウさんとは一体何だったのか。途中まで頑張ったでしょうに、ユウさんをね、入れとかないとね。さあユウさんを出すまでもないと。KC さんが勝ってった。じゃあ優勝者コメントをもらいましょう。鳥さんと KC さんお願いします。ユウさんやったよ、優勝した。ユウさんとは一体何だったのか。じゃあ鳥さんお願いします。ユウさんが俺をここまで連れてくる。僕何もしないんですけど、 KC さんがいたおかげで優勝できました。いやユウさんとは一体何だったのか。じゃあ攻撃戦やります。